オシエク市電は、クロアチアの都市、オシエク市内を走る路面電車。2020年現在、路線バスとともに、市営企業である、オシエク都市旅客輸送によって運営されている。19世紀のオシエクは急速な人口増加を受けて、都市開発が盛んに行われたが、当時のオシエク市街は、東西1 0トルにわたって広がり、 市民が暮らす地域も4カ所に分散していたことから移動に適した公共交通機関が求められていた。そこで1884年10月9日、クロアチア及びヨーロッパ南東部で初の路面鉄道として馬車鉄道が開通した。徒歩よりも早く移動し、利便性も高い当時の最先端の交通機関であった馬車鉄道は多くの利用客を得て、 1889年以降、延伸工事が盛んに行われた。だが、19世紀末には、馬車鉄道の輸送力だけでは旺盛な需要を賄いきれなくなり、より輸送力が高い、新たな軌道交通、路面電車を導入する動きが起こった。しかし、民間企業によって運営されていた、馬車鉄道を市営事業へ移管する過程で起きた諸問題から計画は難航し、 さらに、第一次世界大戦の影響も受けたことから、最終的に馬車鉄道に代わって、路面電車、押江串電が運行を開始したのは1926年12月12日となった。電化当初から1960年代初頭まではに、軸車による運行が行われていたが、同年代からは、ボギー車の導入が始まり、1968年以降は、 チェコスロバキア製のタトラティ 3U が長期にわたって使用された。また、1970年1990年には、路線の延伸や短線区間の複線化工事も行われた。だが、1990年代前半に勃発したクロアチア紛争で、オシエク市街は爆撃や戦闘に巻き込まれ、オシエク市電も従業員の死亡をはじめとした被害を受けた。 情勢が落ち着いて以降、オシエク市電には、マンハイム市電で使用された、中古車両の導入や、タトラティ 3U の更新など、輸送力の増強が行われている。また2008年には、ビカラカン、2014年には、ビスンジェバーツ方面への延伸も実施されており、後日の通りさらなる延伸や近代化も、計画されている。2020年現在、オシエクシデンは、 以下の二つの系統による運行を実施している。全長1 7トルの路線の大半は伏線区間だが、マルティナ・ディバルタ通りをはじめとした一部区間は単線となっている。全区間のうち65%は併用軌道である。運賃は路線バスと共通で1時間の有効期限を持つ乗車券が11空な、1日乗車券が35。 クーナで販売されている。また、二十クーナのデポジット代で購入可能な非接触式 IC カードを使用した場合は1回の乗車ごとの料金が8クーナとなる。利用客は乗車時に自身で乗車券への刻印や IC カードの支払いを行う必要があり、無賃乗車が発覚した場合は追加料金が課せられる。T3、プボ GT6 動体保存車用。 タトラティーサ u 2019年の時点で、オシエク支店に在籍する営業用車両は以下の通りである。これらに加え、胴体保存車両として1928年に製造された二軸車が一両存在する。車両は1926年に建設されたハドリヌアス一世通り沿いの車庫に在籍する。欧州復興開発銀行からの支援を受けて、 公共交通機関の近代化を進める GPP は、路線バスとともに、教育支電の路線拡張や近代化も、積極的に行っている。2014年に実施された、ビスンジェバーツ方面への延伸はその一環であり、今後はさらに西側のジョサイポバッツ地区中心部への延伸が実施される予定となっている。また、送電線の交換や単線区間の複線化も、 検討されているほか、車両についても超低小電車30両分の資金が提供される旨が発表されている。新型コロナウイルス感染症の被害拡大を防ぐため、クロアチア共和国市民保護本部からの要請に伴い、GPP は2020年3月23日から、労働者向けの臨時路線バスを除き公共交通の運行を全面的に停止した。オシクシも、 同様の措置を取ったが、線路や河川など、施設の状態を維持するため、4月21日から客を乗せないし運転を行った。その後、公共交通の運行停止措置の解除に伴い、路線バスと共に4月27日から、通常の営業運転を再開しているが、GPP では引き続き乗車時の手の消毒や、乗客間の距離など、感染対策の徹底を呼びかけている。 ありがとうございます。